1分で読書。今回の学びは、君たちはどう生きるか、吉野源三郎。死んでしまいたいと思うほど自分を責めるのは、君が正しい生き方を強く求めているから。天動説のように自分ばかりを中心にして物事を判断していくと、世の中の本当のこともついに知ることができないでしまう。学校でこう教えられ、世間でもそれが立派なこととして通っているからといって、教えられた通りに生きていこうとするならば、いつまでたっても一人前の人間にはなれない。人間の本当の値打ちは立派な見識を持っているかどうか。何か心を打たれたことがあったら、それをよく思い返してみて、その意味を考えるように。世間の目よりも何よりも、君自身が人間の立派さがどこにあるかを考えること。忘れられなくて嫌な気持ちになる、その経験を忘れてはいけない。これからの長い道のりの中で、きっと何度も背中を押してくれるから。この世の中は一体何を中心にして回ってるの？今回もご視聴ありがとうございました。